概要欄に第1話のリンクがあります。初見の方はそちらからどうぞ。こんなことってありますか？なんと声をかけたらよいか。結婚式すごく楽しみにしてたんですよ。それなのに当日に彼が、新郎が来ないなんて。早川さゆりが来ないかもって予想はしたんだけど、まさか新郎が、いや早川さゆり以外全員来ないなんて、これは予想外だった。でもまあ、この女に罰が当たったことは確かだ。どうせこいつの性格の悪さにみんな愛想をつかせてこなかったんだろう。やっぱり神様はいたんだ。早速こいつに天罰を与えてくれた。早速一つ復讐をさせてくれた。でもスタッフまでいなくなってるのはなんでかな。彼の代わりに新郎になってもらえませんか？え、俺？一人結婚式？新郎役？なんだそれは。これは想定してなかったぞ。お集まりの皆様、新郎新婦の入場です。盛大な拍手でお迎えください。皆様どうぞ。早川さゆりと手を組んで歩くなんて、まるで一緒に学園祭を回った、あの時みたいじゃないか。やめろ、思い出させるな。あの時の思い出を、あの地獄の思い出を。ほひほんエフ、ほはひはひエフほん。すでに三人分。俺は、何をしてるんだ？早川さゆりに復讐するはずが、気づけば走り回って、汗をかいて、料理を運んで、一人結婚式の手伝いをしている。この女に付き合う必要なんてないのに。なんか、話の流れでこうなっちゃったけど、まあ、しょうがないか。やめろ。やめろ。その顔でこっちを見るな。その笑顔で俺に笑いかけるな。決意が、覚悟が揺らぐだろう。あの、言い訳するわけじゃないんだけど、その LINE、私送ってないよ。え、いやでも、え、違う？いや、そんなバカな。そんなはずない。お前、嘘ついてるだろう。でも、話を聞けば聞くほど、早川さゆりは無関係な気がしてくる。考えれば考えるほど、早川さゆりが、はめられたように思えてくる。もしそうだとしたら、この10年は何だったんだ？俺の憎しみが、俺の復讐が、すべて勘違いだったとしたら、俺の人生は何だったんだ？やめろ。やめてくれ。お前は俺の、復讐の相手でいてくれ。じゃないと、俺が、間抜けすぎるじゃないか。だから、代わりに私を恨んでいいよ。え？西島くんも怒りをぶつける相手が欲しいでしょ。復讐する相手が欲しいでしょ。そんな、だって早川さんはあの二人に裏切られてることを知ってるんだぞ。なのに、なんであの二人の罪を背負おうとしてるんだよ。なんで、ただ高校の時一度だけ学園祭を回っただけの俺のためにこんなに、どんだけ優しいんだよ。どんだけお人よしなんだよ、この人は。結婚した今言うことじゃないかもしれないけど。西島くん。俺はあの時、本当に、さゆりのこと。俺は、何を言おうとしてるんだ。いい雰囲気だからって流されるな。この言葉の続きを言ってはいけない。それは俺でもわかってるんだ。でも、言葉が止まらない。思いが勝手に溢れてくるんだ。誰か俺を止めてくれ。何してんだ君、そんなとこで。今すぐさゆりから離れろ。さゆりがこの式場に爆弾を仕掛けたから、みんなもう避難してるんだよ。バレてたんだ。なんで爆弾？なんだ？どういうことだ？あれ？俺が黒幕のはず。なんで俺の知らない事件が起こってるんだ？なんだ？どういうことだ？あ？ん？な？ん？他の参列者もみんなそう。私はたくさんの優しさを捧げたつもりだったのに、みんな裏では私を利用して、裏切ってたの。俺のせいなのか？いや、俺は真実を伝えただけ。悪いのは、早川さんを裏で裏切ってた連中だ。俺は悪くない。人生で最高の瞬間に、
幸せで満ち溢れたその瞬間に、大好きだったみんなと一緒に人生を終わらせようって決めたの。たとえそれが嘘の笑顔だったとしても、偽物の拍手だったとしても、偽りの幸せだったとしても、人生で最後に見る光景は幸せな世界であって欲しかったから、嘘でもハッピーエンドにしたかったから。俺はなんてことを。早川さんはこんなに頑張ってたのに、みんなの幸せのために頑張って優しくして自分を犠牲にして生きてきたのに、俺はなんて。西島さんでしたね。危険なのであなたも避難してください。あなたを巻き込むわけにはいかない。いや、でも巻き込まれたっていうより。いいから早く。すいません。俺はなんて情けないんだ。遠藤文也に言われて素直に逃げてるなんて。ほんの少し前までは早川さんへの復讐の成功に喜んでたのに、どうしてこんなことに。この10年は何だったんだ。ずっと早川さんを恨んで憎んで生きてきたのに、全部勘違いだったなんて。それなのに俺は早川さんになんてひどいことを。いや、俺は悪くない。悪いのは早川さんを裏切った連中。遅かれ早かれこうなってたんだ。俺は真実を伝えただけ。俺は悪くない。俺は俺か。悪いのは早川さんは俺を裏切ってない。早川さんは俺に優しくしてくれただけだったんだ。一人で中庭で孤独を抱きかかえていた俺に救いの手を差し伸べてくれただけだったんだ。なのに俺がその手を自分で振りほどいたんだ。あんなに優しくしてくれた早川さんを信じることができずに、裏切ったのは俺の方だ。やっと気づいた。バカだったよ。今気づいたんだ。ずっとあの日の思い出がトラウマになっていて、恋愛ができないんだと思っていたけど、そうじゃなかった。早川さんとの一人結婚式、一緒に手を取って入場したとき、一緒に手を取って学園祭を回った思い出が蘇った。10年ぶりに早川さんとおしゃべりして、早川さんの笑顔を見て、他人の罪をかぶろうとする早川さんの優しさに触れて、学園祭の時手を差し伸べてくれた早川さんの優しさを思い出した。それで分かったんだ。俺がずっと恋愛ができなかったのは、トラウマがあったからじゃない。ずっと、早川さんが好きだったんだ。だから、他の誰かを好きになることができなかったんだ。10年間、ずっと抱いていたこの胸の苦しみは、この心の悲しみは、憎しみじゃなくて、恋だったんだ。それなのに俺は、早川さんを追い詰めて、早川さんの人生を壊そうとしている。人の苦しみを背負い、人のために自分を犠牲にして生きてきた早川さんが、俺のせいで、罪を犯してしまったんだ。だから、償うなら今しかないんだ。今早川さんを助けてあげられるのは、俺しかいないんだ。早川さんが人の苦しみを背負うなら、早川さんの罪を背負うのは、俺だ。俺が爆弾を作ったことにしよう。動機はある。早川さんにいじめられたって勘違いしたこと。でも、早川さんが悪くないことが分かって、改心して自白したってことにしよう。ただの旅行代理店勤務の早川さんと、工学部出身で開発者だった俺。どう考えても警察は、俺が爆弾を作ったと判断するはずだ。あとは、早川さんの指紋を拭き取って俺の指紋をつけたり、監視カメラの映像を消したり、とにかく警察が来るまでの間に、なんとか少しでも早川さんがやった証拠を消して、俺がやった証拠を上書きするんだ。なんだか難しそうだけど、もしも神様がいるなら、必ず成功させてくれるはずだ。必ず早川さんの人生をハッピーエンドで終わらせるんだ。犯罪者になってしまうのは辛いけど、早川さんが抱え続けてきた苦しみに比べたら、全然平気だ。あの日、あの時、早川さんに手を差し伸べてもらって、本当に嬉しかったんだ。本当に心が救われたんだ。本当に幸せだったんだ。本当に助けられたんだ。だから、今度は俺が、早川さんを助ける番だ。今度は俺が、
早川さんに手を差し伸べる番だ。早川さんのくれた優しさに応える番だ。ずっと早川さんは人に優しくして、人のために尽くして、自分を犠牲にして生きてきたんだ。早川さんはもう結婚している。早川さんと会うのはおそらく今日が最後だ。だから最後ぐらい俺が早川さんのために犠牲になるんだ。最後に一度だけ早川さんのために俺の人生を捧げるんだ。早川さん、ずっと好きだったよ。だから俺以外の誰かとでもいいから、どうか幸せになってください。結婚おめでとう。一人じゃ学園祭つまらないでしょ。一緒に回ろうよ。いい話で終わりたい人はここで動画を終了してください。繰り返します。いい話で終わりたい人はここで動画を終了してください。この先の物語で気分を害されても責任は取りません。っていうことがあってさ。それは大変だったね。それはそうと、来月からアメリカで暮らすことになるけど、準備はできてるの？大丈夫だよ、準備万端。だいぶ体調も戻ってきたし、これから飛行機に乗ったっていいくらい。それは気が早すぎるよ。今アメリカに行ってもまだ住む場所がないよ。それもそうだね。一時はどうなることかと思ったけど、全部丸く収まってよかったよ。西島が罪をかぶってくれて、さゆりが犯罪者にならなくて済んだ。さゆりは最初、自分の罪は自分で償うって言って聞かなかったけど、さゆりは心神喪失状態だったから、西島の嫌がらせとラインのコントロールで自分が爆弾を作ったと思い込まされてたんだって説得して、なんとか信じ込ませることができた。でもそんな状況でも西島が改心して自首したおかげで助かったんだから、減刑の嘆願書を書こうよって言ってきた時、さゆりはなんて心の優しい人間なんだって改めて思った。本当に素晴らしい人間だ。俺はさゆりが大好きだ。本当に愛してる。ずっと、ずっと前から。思い返せば始まりは高校生の時、当時影が薄かった俺は、さゆりでさえ最近まで同じ高校に通ってたことを知らなかった。さゆりとはクラスが違ったし、話しかける勇気すらない当時の俺には、陰ながらずっとさゆりを見てることしかできなかった。密かにさゆりに恋心を抱くことしかできなかった。でも、それでも満足だったんだ。あの時までは。学校一のイケメンとか、サッカー部のエースとか、そういうやつにさゆりを取られるのはまだいい。でもよりによって、あんなデブが、俺と一緒の、いや、俺より格下のデブが、憧れのさゆりと、手をつないで学園祭を回ってるのを見つけて、俺は許せなかった。格下のデブなんかに、俺のさゆりを奪われて、俺のさゆりを汚されて、俺は怒りに震えた。生まれて初めて嫉妬を覚えた。人生で唯一、こいつだけは許さないって心に決めた。俺は奴のクラスの学園祭の連絡係の机からクラスの連絡先一覧を盗み出し、西島にさゆりのふりをして LINE を送った。そしてその LINE の内容をばらまいて西島に恥をかかせた。さゆりと西島の仲を裂くために。その後、西島が東大に入ったことを知ればハーバードに入り、西島が家電メーカーに入ったことを知れば俺も同じ家電メーカーに入った。あいつよりもいい大学に入って、あいつよりも出世するために、西島よりも男として格上でいるために、もう西島なんかにさゆりを取られないようにするために。自分でも驚いてる。あんなに冴えなかった地味だった俺がこんなに行動力があったなんて。その頃には自分に自信が持てるようになった。ハーバードを卒業して一流企業勤務。今ならさゆりにふさわしい男になれたって。そして偶然を装ってさゆりとの再会。そしてついにあの憧れの大好きだったさゆりと付き合って結婚までこぎつけることができた。信じられなかった。夢みたいだった。ただまだ西島の影が不安だった。いつか俺のさゆりを怪我した西島が
またさゆりを奪いに来るんじゃないかって。だから俺は自分の立場を利用して西島の部署を海外移転させて首に追い込んだ。無職の男にさゆりを奪えるわけないんだから。そして西島が結婚式場に再就職したという情報を得た俺は、さゆりとの結婚式にあの式場を選んだ。あいつに見せつけるために、俺がさゆりを勝ち取ったって、さゆりは俺のものだって見せつけるために。そのせいでまさかあんなことになるとは思わなかったけど、でもそのおかげでさゆりの周囲のさゆりを裏切ってたクソどもを一掃できた。さゆりの人間関係をきれいにできた。雨降って地固まるだな。それに上司からの縁組を断って出世を絶たれてたし、西島がクビになった会社にもう用はないから、以前からヘッドハンティングされてたアメリカの企業に転職した。もうさゆりを裏切ってた連中も西島もさゆりには近づけない。これで完全にさゆりは俺だけのものになった。俺だけの愛するさゆり。俺は本当にさゆりを愛してる。さゆりさえいればそれでいい。さゆりを幸せにするのが俺の人生の生きる意味だ。これから一生さゆりと二人きり、最高の人生だ。全てが丸く収まった完璧な人生になった。これで西島への復讐も完結した。これで俺もさゆりも幸せな結婚生活を送れる。これでハッピーエンドだ。